皆さん劇場へようこそ。桐谷美玲です。山崎健人です。坂口健太郎です。ここで皆さんと映画鑑賞のマナーを確認したいと思います。携帯電話を鳴らすのはマナー失格。前の人の椅子を蹴ったりもマナー失格。大声のおしゃべりも失格です。それでは映画の世界へ行ってらっしゃい。壊すような出会いと別れ重ねて、いつかは会えるのだろう。二人は映画の中へ、夜空に星が流れて、一面の銀幕になれば僕らが失格。ぜひご期待ください。